ストラスブールのトラムフランス、ストラスブールで運行されているトラム網は CTS によって運営されている。路線網は ABCDE の5系統で構成され、A と D 系統は1994年に開業した。BC 系統は2000年に、E 系統は2007年にそれぞれ開業している。車両はアセアブラウン・ボベリのユーロトラムの5車体連接車と7車体連接車が、 開業時に用意された。その後の造備車は、アルストム社製の7車体連接車、シタディスが初期開業区間の利用者が多い区間に重点的に投入され、ユーロトラムは多線区の運用に転じている。最初に導入されたユーロトラムは、車体のオーバーハングが最小限になるように設計され、付帯施設もその車両に合わせた建築限界に従って設計されているため、 その後の造備車であるアルストム製のシタティスは台車の位置を改める等の改良を施して新たに設計をし直しているストラスブールのみの特別仕様となっている。オムドフェール最初のストラスブールでのトラムは1878年に開業した馬車軌道に遡る。1930年には 234km の路線網を形成し、ストラスブールからマッシフで ボージュやコルマール、ライン川を越え、ドイツ方面まで伸びていた。1930年には年間5500万人、1943年には7150万人の旅客数があった。しかしながら、第二次世界大戦によってすでに弱められ、1950年代に入ると路線バスや自転車、自家用車などの競争に押されていた。1960年には、 トラムを廃止してバス路線網に置き換えることになった。ストラスブールでは1960年5月1日をもって廃止されてしまった。その後多くの自家用車が利用されることになる。増え続ける自動車交通と公害のため、1985年には一旦新交通システムのバルの導入が検討されたが、費用対効果に 市民運動による疑問の声が出て1989年にバルカ路面電車化を争点とする市長選挙が行われ、社会党のカトリーヌ・トロットマンが当選1990年代に新しいトラム網を構築することを決定した。都市改造計画は1992年に都心部を迂回する環状道路の完成を契機として進められ、 都心を南北に貫く縦貫道路を遮断し、大幅な交通体系の刷新を行ったほか、都心部をトランジットモールなど歩行者専用に戻すことも目指された。都心部などの主要道路での自動車交通は排除され、駐車施設なども郊外のパークライド方式に改められた。1994年には最初の路線である A k 統が開業している。近年では、 環境を重視した都市計画のモデルケースの一つとして、世界各国から注目を浴び、視察も数多く訪れている。路線図2018年11月現在、6系統で営業運転を行っている。トラムの各系統が集中するハブとなっているオムド、フェール電停は、ストラスブール中心部のクレベール広場に近い。A、B 系統は特に利用者が多く、 現在は前日の通り、開業当初の車両は他の路線に転出し、7車体連接車の下ィスが、主に運用についている。ありがとうございます。